はい、どうも、ピークスイオスです。今回はですね、働く車4台紹介していきたいと思います。まあ、こちら働く車4台っていうのは、まあ、働く車1っていう、まあ、1っていうか無印の中に出てくる、車両4台、今販売されてるやつを、ちょっと買ってきたんで紹介していきたいと思います。今まで、結構前から販売されてたんですけど、今まで買ってこなかったやつですね。順番に紹介していきましょうか。番号順にね。じゃあ、9番の、小松油圧ショベル PC200、一丸型っていいのかな。スケールが122分の1だそうです。まあ早速開封の方していきたいと思います。はい、こんな感じですね。箱はでは開封の方していきたいと思います。よいしょ、割とすんなりいきますね。はい、おお、なかなかかっこいいですね。ちょっとこっち行きますね。はい、おお、かっこいい。あ、これあれなんだ、こっちの部分は、ブームつかの、ここの部分は動かないですね。本来ならば、まあ自分は小型建設機械の資格持ってるんですけども、まあ、このサイズはさすがに運転できないんですけども、まず1個目が、ここの動きですね。で、2個目がここの動きですね。で、3個目、ここが動くんですよ、本来ならば。これは、手元にグリップっていうか、レバーがあって、まあ、1個がこれ、2個がこれ、3個がこれで、4個がこれになるんです。この旋回になるんですけどね。その動きを、やるレバーがあるんですけども、もうなかなかかっこいいですね。こんな風になってますね。小松って書いてあります。小松は、トミカではずっと昔からショベルカーをね、とかブルドーザーとかそういうのをね、作ってきてるっていうか、なんと言いますかね。ここに名盤がありますね。ずっとトミカでは、小松のショベルカーとかが、使われてるわけです。小松以外のショベルカーってあったかなっていう感じですね、むしろ。まあ、これでこうやって、本来はここが動くんで、もっとスムーズにいくんですけど、こういう風に遊ぶわけですね。まあ、建設機械大好きな子供にはこれ、最適なトミカですね。最高だね。続いて、トヨタダイナ、清掃車ですね。で、こちらの方も開封していきましょう。向きが、向きを間違えるとか。トヨタダイナ、こちら日野デュトロの兄弟車ですね。まあ、裏こんな風になってますね。開封していきましょう。はい、ドン。おお、結構重みがありますね。なんか、大丈夫これ。ちょっと不安です。清掃事業、ゴミの分別にご協力をって書いてありますね。で、後ろにはこんな風になってますね。これは開くのかな？ああ、開いた。かっこよ。ちょっとまあ、後で詳しく紹介していきましょう。おお。まあ、ゆっくり紹介していきましょう。こちらはまあ、日野デュトロの兄弟車。先ほど言った通り、日野デュトロとの兄弟車でありまして、まあ、日野のオートプラザでも展示してありましたね、これ。展示台には。トミカ売ってましたね、これは。で、まあ、ゴミ収集車はまあ、普段はこう走って、ゴミの、お兄さんちがね、ここをまず開けてね、ゴミをこの中放り込んで、まあ、それでゴミ処理場行って、こうやってさすがにここは開かないか。開かないか。ダメですね。ダメですねって何様だ。まあ、本来ならば後ろのこの部分が開いて、ゴミをダンプすることができるんですけども、なかなかでも結構しっかり再現されてるかなって感じがしますね。色的には東京都23区のカラーですね。23区だとここにイチョウのマークを
のあれがあると思うんですけども、あれが東京都の賞、あれはなんだっけ、イチョウのマークのやつは、東京都のマーク、ん、まあいいや、よくわかんなかったって、ちなみに余談ですけども、全部が全部ではないんですけども、左側の扉っていうのは、スライドドアになってる車両があるんですね。まあこれはあのゴミ収集車っていうのは住宅街とかの狭いところを走るんで、まああの運転席側はまあともかくこっち側助手席にすることで、まあ狭くても、まあ例えばちょっと狭い道を再現しましょう、これで箱でね、まあ例えばもう人が一人降りるのはやっとだっていう状態でも、この辺こんなふう、さすがにこれだときつい気もするけど、まあこんな風に止めてもね、まあこっちがこうパカッて開けても、こっちはスライドドアなんですごい便利みたいなことらしいです。詳しいことはちょっと自分も本物見たことないんで何とも言えないですし、この辺のゴミ収集車に関しては2トン車じゃなくて4トン車ですしね、でかいでかい。まあゴミ収集車、ここにスペアタイヤも再現されてますね。なかなかかっこいいですね。続いては68番ですね。はがきお手紙を集める郵便車です。これが開封していきたいと思います。まあ、トミカではなかなか、なかなかというか結構郵便車もね、数あるんじゃないかなっていう感じです。というかスバルサンバーの、あのゴミ収集車、スバルサンバーの郵便車が長く販売してた記憶があります。後ろはライセンスドバイスズキって書いてありますね。スズキの、あれ？これなんだ？これはあかんやつかな。ちょっとよくわかんないで、とりあえず放置しておきたいと思います。日本郵便の、ロゴが入ってますね。あと、定員証の時代からあるこの郵便マーク。まあ、お尻もなかなかかっこいいですね。これが開くんですね。よいしょ。おお、なかなかいいですね。まあ、横はこんな感じで、裏は、逆ですね。いつも通り逆をやってしまいました。ちょっとまあ見にくいですけど、スズキエブリって書いてありますね。郵便車っていう名前で売ってますけども、一応スズキのエブリベースで、多分金型自体はあのパトカーのミニパトのエブリと一緒、多分一緒じゃないかなって感じがします。で、まあ多分ミニパトの時はここがクリアパーツだったと思うんですけど、これはあのなんかメッキのパーツ使ってますね。で、地味にここに郵便マークちっちゃいのもありますね。担保印刷。なかなかかっこいいですね。これはちょっと多分塗装ミスっていうかなんかハゲだと思うんですけども。まあちょっと今はスルーしておきましょう。はい、続いてのトミカ。トヨタ L&F ジェネオ。スケールが62分の1だそうです。箱がちょっとでかいんですね、これ。普通のトミカよりもちょっと幅広なタイプですね。あれ、開かない。はい、開いてる。よいしょ。では、開封の方していく前に箱を見ておきましょうね。うん、特に何もないかな。開封の方しましょう。じゃあ、はい、こんな風に、なんかよくあのロングトミカで見るパーツですね、これは。はい、こんな風になってます。幅広くね。なんかあのトミカであの箱の許す限り使いましたみたいな感じがすごい。あ、しかもこれあれか、あ、アームここまでしか伸びないのか。これは、ジェネオの、80って書いてありますね。80だと8トンまで多分持ち上げることができると思うんですね。フォーク上下するにしても、なんかすごい不安定ですね。怖いな。
まあ、8トンだとどの辺で使うんでしょうね。皆さんがよく見るのは、だいたい2トンクラスとか 1.5 トンぐらいですかね。1.8 かな。この辺ちょっとわかるんですけども。まあ、自分はフォークリフトをこのサイズ運転できるはずなんですけども。まあ、教習するときの、フォークリフトがトヨタのジェネオだ、それこそジェネオの2トンか1トンだったと思うんですよ。そうすると、こんなに幅広いあれを使わないと思うんですね。なかなかかっこいいですね。よく自分がフォークリフトの免許取った時ぐらいにこのトミーが発売された気がします。確かね。タイヤがダブルタイヤですね、ここは。フォークリフトっていうのは、後輪が、そうだっていうか、ハンドル切ると、ここが動くんですね。まあ、なかなか運転難しいですね。まあなかなか面白いですね。となわけで、今回はこんなところ終了したいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回見ていただけたらと思います。それでは、また次回もよろしくお願いします。